スクエーバー 40mm。鉢植えを止めとく。後ろでしっかり半分に分ける。毛先を外羽に巻く。外羽の上に内カールをつける。こんな感じで波巻きができるよ。やりやすい束数で全部同じようにやっていく。ここは少し下にずらしながらやると滑らかな波巻きができるよ。表面も繰り返す。 外羽根、ね。内カール。お好みで外カールを足しても OK。後ろは前に持ってきてやって大丈夫。波巻きができるようになったら、くびれ巻きもすぐにできるようになるよ。もみ上げ忘れずに、顔周りも波巻きにするとおしゃれさんに。前髪は火傷に気をつけて、できるだけ皮膚から離して巻くのがおすすめ。 全体ほぐしてベース完成。ニット帽登場。前髪がつぶれないくらい少し浅めにかぶる。少しだけ耳にかけたら完成。前髪だけ拾ってニット帽の中に入れるだけ。視界良好。全部耳にかけてもみ上げだけ出す。表面の髪を前髪として使う。もみあげは出した方が可愛いい。ぜひやってみて。